のイサチャンネル、はい、はい、今日はちょっとだいぶあの形も違いまして、いつものイサチャンネルとはちょっと違うんですけれども、本日はですね、うん、あのサムネイルにも書かせていただいてますけれども、うん、あのウイグルの、まあ、避難決議、中国ですね、はい、これに関して、うん、あの非常に、まあ、あのマスコミとか SNS を今騒がしている部分もあるのかなというふうに思いまして、うん、まあ、公明党どう考えているのという声が非常に多いと思うんです、うん、ね、はいはいはい、でこれに関しまして、うん、あの伊佐さんは中国の大使館でも働いていらっしゃいましたし、ね、あの 日中の外交の経験もありですので、うんうんうん、あのインタビューをですねさせていただきたいなというふうに思っております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、うんうん、このですね中国のウイグル避難決議、うん、まあ、いわゆる人権が侵害をされているというふうに、うん、まあ、あの取り沙汰されている中で、うん、公明党だけが反対をした、うん、もうなんでやというのがですね、うん、あのいわゆる国民の声なんじゃないかなと思うんです、うんうん、なるほど、人権の党じゃないのかという、うん、これに関してどういうふうに、あのまずですね公明党だけが反対したというのはこれも大きな誤解です。全くの誤解、はい、っていうのはあの野党の皆さんは賛成したんですよね、あの避難決議で。自民党の中はまとまらなかったんですよ。でっていうのは自民党も公明党も与党として日本の外交に責任を持つ立場として、もうすぐ国会が閉会するっていうこの時間ギリギリの中で、この決議の内容にもうちょっと議論が必要だったんじゃないかと。なるほど、いうことなんです、はい、だからウイグルの今の状況問題について懸念がないのかと問われれば、これ公明党記者会見でも言ってますけど、あの懸念はあるんです。懸念は示してます。なるほど。これ日本政府も示してます、うん、正式に、うん、で国際社会もこの前イギリスで G7 ありました、首脳会談がありましたけど、その中でもコミュニケこう書かれてます。新疆や、まあ、ウイグルですね、うん、新疆や香港との関係で人権や基本的自由を尊重するよう中国に求めることを含め G7 の価値を推進していくと。だからこういう状況で世界が懸念を示している状況の中では、中国にはしっかりと説明責任を果たしてほしいというふうに思ってます。なるほど、はい、でもですねやっぱりこう世界もそう思ってる中で、うん、なぜ日本で決議がまとまらなかったのかっていう疑問はあるんじゃないかと思うんですよね、うんうん、まあ、これは個人的な見解なんですが、懸念は共有してると、うん、まあ、心配してると、どうなってんだという中で、その私もこの正式な避難決議っていうのを見たことがないというのは、自民党でもまだ了承されてない文書ですので、なるほど、はい、だからあの分からないわけですけど、うん、この懸念以外にもしいろいろあるんだったら、これは議論が未成熟ですよね。また議論が必要なところが多分あるということですね。ただあのいろんな話を聞くにですね、うん、自民党ではこの外交部会ではまとまってたっていう話とかも伺うんですけれども、はい、あの国会の避難決議っていうのは外交部会の仕事じゃなくて国対の仕事なんですよ。なるほど。国対というのは国会対策委員会、うん、で外交部会っていうのは政調、政務調査会の下で政策を決めるところにぶら下がってます。なるほど。だからあの本来、まあ、これ他党の話なので、うん、私が言う立場にはないんですけど、うん、国会決議っていうのは外交部会が最終意思決定機関じゃありません、うん、はい、党全体で決めなきゃいけないと。でだから現にあのミャンマーの避難決議を国会でやった時は、あの時は自民党さんはあの外交部会意思決定してないと思いますね。はい、なるほど、うん、分かりました。じゃあちょっとあの角度を変えた質問になるんですけども、うん、はい、あのズバリ伊佐さんご自身はこのウイグルでの人権問題、うん、はい、あるというふうにお考えなんでしょうか。あの正確に申し上げると分かりません。あの例えば本当に大規模な国家が意思を持ってやるようなジェノサイド、うん、国家的な、まあ、大量虐殺っていうのがあんのかどうか、あるいはそうじゃなくって、その例えば中国の公安が取り締まりで行き過ぎの取り締まりがあって、人権侵害するような取り締まりがあったりとかが局所的にいろいろ起こってしまってるのか、うん、分かりません、うん、で以前あの山口代表がインタビューした時に、公明党の山口代表が、うん、人権侵害を根拠を持って認定できるという基礎がないと、うん、日本にはっていうことを言ってるんです。この趣旨は日本って欧米みたいな諜報機関がないんですよね、うん、諜報機関が、はい、だからそれに判断に至る情報が果たして日本どこまで持ってんのかと、うん、っていうのはあの過去に我々苦い経験があるわけですよ、うん、あのコソボの紛争がありました、うん、1999年、はい、あの時はアメリカもカナダもユーゴスラビアが民族浄化をしてると、うん、
民族大量虐殺してるというような話をして、で大虐殺だっていうのでイギリスとフランスとドイツと NATO13 カ国で空爆したところが、あれ間違いだったんですよね。であるいはイラク戦争2003年、あの時もイラクが大量破壊兵器を作ってるという話だったりとか、あと911、あのテロのアメリカの、あのテロの裏にはサダム・フセインがいるんだっていうので国際社会が動いて日本も応援して戦争したわけですよ。でところがあれも間違いだったんですよね。だから人権侵害の認定っていうのは本当難しいと思います、はい、いやじゃあやっぱり人権侵害はないというふうにお考えですか。いやそうは言ってないです、あの人権侵害ってどの国にも直面している課題だと思います。中国にも私はあると思います、でそれはじゃあ例えば米国がないかっていうと、米国だって人のこと言えないわけじゃないですか、あの黒人に対する取り締まり方であったりとか、あるいは例えばあの拷問、あの拷問って米国合衆国憲法ではやっちゃダメってなってるんですよ、ところがそれをあえてキューバにグアンタナモ収容所っていうのを作って、そこは国外だから米国合衆国憲法が及ばないからというので問題がないと拷問してたっていうような事実も明らかになってたりしてます。じゃあ日本はどうかっていうと、日本だってじゃあ LGBT の方の人権が本当に守られてんのかと、ヘイトスピーチの問題どうなんだと、だからどの国にもやっぱり人権の問題っていうのはあって、だからそれは中国だけじゃなくアメリカだけじゃなく、どの国も国際社会の中で人権がもし非難されるようなことがあれば、批判されるようなことがあれば、それは責任を持ってこの説明をしていかなきゃいけない、ということだと思います。なるほど、はい、なるほど、まあ、今後中国との関係っていうのはどういうふうにお考えなんでしょうか。あのこれは日中関係ってやっぱ両国ともすごい、まあ、影響力のある国として、二国間にとってだけじゃなくて、やっぱりこの地域とか世界にとってすごい大事な関係だと思います、だからこそ安定的な関係じゃないといけないというふうにも思ってます、まあ、そういう意味で今までだっていろんな意見の違いもあったし、中国との関係では、まあ、あの天安門の事件もあったし、いろんな中国も、まあ、あるいは日中関係の中でもいろんな問題を抱えながらも、それでも対極的な観点で国交正常化からずっと日中関係発展させてきたわけですよね。だからあの、まあ、我々公明党だってこの国交正常化の中で重要な役割を果たしてきた。あの当時はもっと多分中国って例えば文化大革命とかやってた時代なので、人権っていう言葉の意味って何なんだっていう時代やったかもしれません、でそういう時ですら大局観に立てばやっぱり日中関係国交正常化すべきだと、発展させていくべきだっていう思いで我々やってきたわけですよね。その決断間違ってなかったというふうに思ってます。で今、まあ、中国自体が国際社会とのつながりがどん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 深くなって、また大国になって影響力を持つようになって、あの時よりもはるかに中国の人権意識っていうのが、まあ、世の中批判にさらされる状況にもなって世界が注目していると。だからあの文化大革命やってた当時と比べたら私はまだ向上はしてると、じゃないかというふうに思っておりますが、そういう意味では当然言うべきことはしっかり言います、中国に対して言うべきことを言いながら、ただこの普遍的価値ですから人権っていうのは、これが政治利用されるようなことがあってはいけないなというふうに思ってますので、そこはよくよく慎重に判断をしていく必要があるというふうに思ってます。おそらくこれを見ていただいている方々もたくさん の意見があると思うんですね、はいはいはい、まあ、ぜひこれまたコメントしていただければ、見ていただいてますよね、このコメント、全部見てますよコメント、はいはい、多くの方々が多分コメントをいただくことになると思うんですけど、また、ご意見をですね、お寄せいただいて、また見ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はい、本日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。